新潟大学附属長岡中学校は、新潟県長岡市学校町に所在する、新潟大学附属の国立中学校。附属長岡中学校と略されることもある。長岡近郊や附属長岡中学校内では、附属中、または、府中と略されることが多い。正式名称は、国立大学法人新潟大学附属長岡中学校。 新潟大学の付属機関であるため教育実習が多く、毎年研究大会が開かれており、実験的な授業が行われることも少なくない。また、大学の学生を実習生として受け入れることがある。通学指定区域はなく、登下校の時間と安全が確保できれば通学可能であり、新潟市長岡市小千谷市、魚沼市、南魚沼市、柏崎市、三上市、 三つ毛市、鴨の市、多賀美町、遠市等広範囲から生徒が通学している。生徒数は1学年3学級編成。新潟大学教育学部附属長岡小学校から内部進学した約60名と中学受験をして進学した約60名で構成されている。近年は附属長岡小学校において定員割れが続いており、実際は 中学受験者の定員の幅が広がってきている。付属高校は存在しないため、ほぼ全員が外部の高校へ進学する。生徒の多くは、本校の近隣にある県立長岡高校へ進学し、同高校在籍生徒の出身中学校では最も多数を占めている。2021年度より、ギガスクール構想が実現され、ICT 端末の整備、運用が始まっている。 また、申請を行えば、携帯電話型の端末を持ち込み可能。また、申告を行えば電子辞書の持ち込みも可能。新潟大学附属長岡中学校は、新潟第一市範学校女子部附属中学校を、前身とする中学校である。部活動は希望制である。科学研究発表会で、2作品以上入賞を、目指して活動している。朝練。 昼練はない。スローガンは、好きこそものの、上手なれ。2020年度から、IT 分野が創設されている。全日本吹奏楽コンクールで15年連続兼、大会進出、3年連続に主観大会、進出を成し遂げている。また、東日本大会に進出することもある。2020年度スローガンは、ドリームグロー生徒会のことを、 学友会と称している。また、年に一度だけ、学友会誌と呼ばれる冊子を作る。2008年度で50号になった。また、委員会活動があり、学友会誌を制作するのも、委員会の一部、新聞委員会である。主な委員会は、以下の通りである。各学級から3名選出された、制服球長が行う。あとに1クラスから1人の割合で、 請球長が出る。主に他の委員会の活動などを評価する。また、学年をより良くするために毎日活動を行っている。また、その活動は、学年の制服球長が話し合って決める。服装の取り締まりを行うほか、校内の汚れ、破損チェック、SNS、メディアルールの作成も行っている。1クラスから2人、全員で24人で構成される。 活動は、朝の階段掃除や、ゴミ捨て場の管理など。紙をリサイクルするためのリサイクルボックスなどがある。2、3時間目の着替え済みチェックなども行う。保健体育委員会体育館での昼休みのボールの貸し出し、健康観察などを行う。健康観察は、毎朝必ず行われ、聴覚かつで行われる。生徒たちからは、補体と略される。 昼休みの体育館の開放は体育館仕様と言われ、生徒たちからは体師と略される。校内放送を行う。現在の活動としては、朝放送、放課後の放送、清掃時間帯の BGM 流しを行う。また、本校の行事の一つである大運動会での放送も行っている。前期のように、学友開始の制作、校内新聞の作成を行う。 生徒たちが学校を気持ちよく利用できるような活動をしている。主に鼻に水をやることである。生徒たちからは SS と略される。コンピューター室の管理を行う。その他、会員がコンピューターを扱う上で違反をしていないか見回る仕事を行う。フラッシュメモリの貸し出しなどもある。コンピューター室のパソコンはオーダーメイドである。図書情報誌の発行。 図書室の管理、整備、処分、入荷する本選びを行う。本の貸し出しなどを管理する。校内でベルマーク、またはインクカートリッジを集める活動を行う。ベルマークをたくさん集めることを目標とする委員会である。また、生徒会会員から集めたベルマークで冷水機なども導入されている。学友会と連結して活動することが多い。 廊下のホワイトボードの書き換えや、総会時の冊子作りなどを行う。全校集会の時に委員長がステージに立ち整列の指示をしたり、総公式の時に応援をする。また、毎朝生徒玄関の中に立って挨拶運動をしている。生徒たちからは、王子と略される。給食委員会は、給食後に、食感、残飯などの片付け。 少しでも残飯を減らすためのキャンペーンなどを行う。給食室は、付属小学校と合同で小学校の校舎にあるため、渡り、階段を通って、小学校まで行って活動している。そんな彼らをサポートする人材として、給食登板というものがある。生徒たちからは、旧あたりと略される。特設で作られる。選挙活動、つまり、 委員会の委員長の選挙の集計、運営をする人たちである。生徒たちからは、戦艦と略される。3泊4日で2月頃に、沖縄へ行く。1泊2日で1月頃に、東京へ行く。年によって異なる。原則5月頃に、要商中合同で行われる。赤、白の2軍に分かれて行う。10月頃に長岡リリックホールで行う。クラスごとに、 学年ごとに異なる課題曲とクラスごとに曲を選ぶ自由曲を発表し、最も優秀だったクラスには最優秀賞、ついで優秀だった3クラスには優秀賞、上記以外5クラスには有料賞が贈られる。定員は男女合計120名であり、毎年12月に入学試験が行われる。付属長岡小学校からの内部進学者数も含まれる。 試験科目は、国語、算数、理科、社会。この他に面接と小学校からの調査書で、総合的に合否を判断する。通学域は、長岡市及び、長岡市に隣接する、市町村から徒歩、または、公共の交通機関で1時間以内で通学できる、範囲に在住しているものとなるが、合格決定後にその地域に移転するという条件でも、受験可能なので、 実質志願者の在住地域は問われないと言える。別途帰国子女の入学試験も夏に実施している。徒歩、自転車、バス、電車などで登校し、長岡駅から学校までのバスは乗車できない。自転車通学は、学校側の許可を得た上、ナンバープレートを貼り付けた車両のみ通学に利用、可能である。自転車通学の認定条件は、 家から2.5キロ以上離れていること、また交通ルールを守る、ヘルメットの着用を行うというものである。ただし自転車小屋の許容数に若干の余裕がある場合には、2キロ以上2.5キロ未満の生徒に許可を与える場合もある。ただし、冬季は降雪及び、視界の悪化により、安全面からして利用することはできない。いずれも1時間以内で登校しなければいけない。 ありがとうございます。